おぼろ月夜の情景を表したいと思います。まず文字を書いた紙を並べて配置を調整していきます。この辺りにお月様が来て、桜が咲いて、下の方を菜の花にしましょう。桜の木を鉛筆で描いていきましょう。枝が左から右に伸びていく様子を薄く描いていきます。桜の木を筆で描いていきます。茶色の絵の具に藍色を少し混ぜて使っています。まず太い枝から描いていきます。鉛筆の線を目安に少し直しながら描いていきます。枝の形が難しい場合は写真などを参考にするといいでしょう。太い枝が描けたら細い枝を足していきます。文字を一旦避けておいてから背景を付け足し、花を貼っていきます。